金城達彦は、大阪市東成区出身の元プロ野球選手、コーチ。現在は、読売ジャイアンツの三軍守備走塁コーチ。ジップの金城秋夫も元プロ野球選手である。愛称は、金ちゃん、ベースターズ時代に公募で付けられた、浜の龍神、現役時代は、講師ともにたまに食らいつく、野生的なプレースタイルから、野生児とも呼ばれていた。 横浜時代の2000年に、首位打者を獲得し、スイッチヒッターのシーズン歴代最高打率を記録している。元在日韓国人3世で、近鉄バファローズの当主だった、近所秋代の三男として出生。子供の頃から誰にでも優しく謙虚だった父に憧れを抱き、かつての父と同じプロ野球選手を目指すようになる。近畿大学附属高等学校時代は、 当主で同期の藤井明人とバッテリーを組んでいた。2年生の夏に大阪大会決勝で松井和夫、福留康介を擁する PL 学園に勝利し、第75回全国高等学校野球選手権大会に出場。2回戦で金子誠を擁する上層学院に敗退。なお、当主でありながら一番打者を任されていた。1994年には、 韓国の法王大気全国高校野球大会に、荒井貴広らと共に在日韓国人チームの一員として出場するが、その際には、現地の韓国人に受け入れてもらえず厳しいバッシングを受け、とても悔しい思いをしたという。高校卒業後は、社会人野球の住友金属に所属。速球と大きく曲がるカーブを武器に活躍。チームを、 日本選手権優勝に導き、1997年には優秀選手にも選ばれる。1998年度のドラフトで横浜ベースターズからの5位指名を受けて入団。投手としてではなく、打者としてテストを受けた上での指名であった。近所の打撃フォーム1999年、入団を機に打者へ転向し、スイッチヒッターに挑戦。本来は、 右打者だが、社会人での4年間に一度もバットを握っていなかったため、ブランクを埋めようと必死に打撃練習に取り組んだ。10月3日の対中日ドラゴンズ戦でプロ初出場。2000年、対読売ジャイアンツ戦で代打で出場し、牧原博美からプロ入り初本塁打を記録。その後、小像類種の新藤達也の故障や二番打者の春。 年尾の成績不振も重なって、2番、3塁でレギュラーに定着。驚異的なペースでヒットを積み重ね、打率が一時4割を超え話題となった。8月18日の対阪神タイガース戦で打率、384で規定打席に到達した。そのまま閉幕まで打率トップを維持し、首位打者のタイトルを獲得し、新人王に選出された。 同時受賞は、プロ野球史上初であり、横浜の選手が、新人王となるのは、斉藤明夫以来23年ぶりであった。オフには、テレビ CM にも出演するなど、飛躍の一年となったが、当時、球団が、近所の人気を盛り立てようと、ファンから募集して決まった、浜の竜人というニックネームは、あまり定着しなかった。代わりに、 野生的なプレースタイルから野生児という愛称で親しまれることの方が多かった。2001年、三類手としては失策が目立ったことや瞬速強権を生かすため、新監督の森正明の意向でこの年から外野手へ本格転向他球団のマークが厳しくなったこと、サインプレーを好む森監督の采配によって2番打者としての要求が増え、 自由な打撃ができなくなったことなどから打率を大きく下げたが、球団記録となる43技打を記録するなど、つなぎ役として活躍。2002年、キャンプイン前の減量が大になり、さらに大きく、打率を下げて1割台に終わった。2003年、一番打者として、打率3割を記録し、16本塁打を記録するなど、長打力も身につけた。 同年、一試合左右両打席本塁打を二回、記録した。一年での記録は、セリーグ史上初であった。外野転校後は主に中堅を守っていた。2004年、田村人氏が、中堅に入り、近所は右翼をメインとして守るようになった。同時に、打順も6番になったが、二年連続となる打率3割を、記録した。 2005年、3番打者として、ロバート・ローズの球団記録に、あと1本と迫る191アンダーを記録し、打点も、自己最多を記録。さらに守備も評価され、ゴールデングラブ賞を初受賞。2006年、開幕前の3月に開催された第1回、ワールドベースボールクラシックの日本代表に、選出された。シーズンでは、前年に続き3番、右翼に入るが、 調子が上がらず、後半になると7番打者に回り、最終的な打率も、268に終わる。しかし故障者が、相次ぐ、中前144試合出場を果たした。2007年、田村が福岡ソフトバンクホークスへ移籍したことも、あり、再び中堅守に戻る。前半戦は、打撃部長に陥るが、後半戦で打率を2割8部台まで持ち直した。 二度目のゴールデングラブ賞を受賞した。2008年4月に猛打賞を3度記録するなどしたが、夏場には調子を落とし、スタメン落ちもしばしば経験した。最終的には打率24で。247で本塁打も9本の成績に終わる。FA 権を取得したが、FA 権は行使せず残留することを表明し、横浜と2年の複数年契約を結んだ。 2009年以降は、スタメン出場が激減し、守備固めや代打として出場することが目立つようになった。2010年オフに、FA 権を行使したが、他球団からオファーはなく、年俸5000万円の1年契約で、横浜に残留した。2011年、体重を首位打者を取った当時に戻した。開幕スタメンこそならなかったが、前半戦はレギュラーに定着。 夏場は、スタメン落ちが増えるも安定した成績を残していたが、9月26日の、対広島東洋カープ戦で、走塁中に左足を痛め、左大体2頭筋肉離れで全治4から6週間と、診断され、戦線を離脱する。そのまま復帰できずにシーズンを終え、108試合の、出場に止まった。2012年、 開幕スタメンに名を連ね、4月1日の開幕第3戦となる大阪神戦で横浜 DNA ベイスターズとしてのチーム第1号本塁打を打つ。9月14日の対東京ヤクルトスワローズ、戦にて村中京平からこの日に安打目となるヒットをセンター前へ打ち、通算戦5 0 0本安打を達成。スタメンの機会は多かったが、 代打での打率が3割超えを記録するなど、代打で結果を残すことが多かった。一方、得点圏打率が132に終わるなど、チャンスには極端に弱かった。結局、オフには40%ダウンの3000万円プラス出来高で、契約公開を行った。2013年5月25日の対、千葉ロッテマリーンズ戦で、通算105本塁打を達成。 118試合に出場し、打率、291、本類打6、打点36を記録した。2014年、5月26日の対、オリックスバファローズ戦の延長10回にし、1塁の場面で代打で出場し、平野和からサヨナラ打となる、中前的時打を打つ。通算8本目のサヨナラ安打は、9団対記録となった。しかし、 一軍では2002年以来の本類打例に終わった。シーズン終了後には、現役からの引退とコーチへの就任を打診した、球団に対して、海外 FA 権の行使を宣言。球団が、宣言選手の残留を認めない方針を立てているため、事実上対談が決まった。巨人時代海外 FA 権の行使を宣言した、金城に対して、 巨人だけが交渉に応じたため、2014年11月15日の初交渉で同級団への入団に合意。2014年12月8日の入団記者会見には、自身と同じく FA 権の講師によってヤクルトから移籍した横浜時代のチームメイトの相川良二も顔を揃えた。背番号は33。2015年。 春先から野手の故障者や不審が相次いだことを受けて開幕から一番打者としてスタメンに起用された。フルス DNA と横浜スタジアムで対戦した4月15日にはギジェルモモスコーソから遺跡第1号となる3点決勝本塁打を打ってチームの勝利に貢献。試合後には遺跡後初めて同スタジアムでヒーローインタビューを受けた。 しかし、試合を重ねるにつれて、打率が、徐々に下降左前腕外頭部の損傷で登録を抹消された6月以降は、一軍公式戦での出場機会がなかった。2軍のイースタンリーグ優勝で臨んだ、ソフトバンクとのファーム、日本選手権では、7番、左翼手として、スタメンに起用されると、3アンダーを打って、優秀選手賞を受賞。その一方で、 一軍公式戦への出場は36試合にとどまった。オフの10月18日に球団へ任意引退を申し入れた。球団はこの申し入れを受諾した上で、近所の現役引退を発表した。11月5日に日本野球機構から任意引退選手として公示された。2016年、読売ジャイアンツの三軍打撃コーチに就任。背番号は、 103。2017年、2軍外野守備総類コーチに配置転換。背番号は、71に変更。また、11月25日から台湾で開催される2017、アジアウィンターベースボールリーグにおいて、NPB スタン選抜の外野守備総類コーチに、就任。2019年、ファーム打撃コーチに配置転換。 水野勝人が一軍投手コーチに就任した関係で、背番号は74に変更。しかし、1月18日にファーム打撃圏外野守備コーチに配置転換。2020年、三軍野手総合コーチに配置転換。背番号は103に変更。もともと投手で右打ちだったが、時速150キロメートルのストレートを投げる方の強さ。 身体能力の高さに、横浜のスカウトが目をつけ、プロ入りを機に野手に転向。俊足を活かすためにスイッチヒッターとなった。右打席の時はバットを振り切り、左打席では、フォロースルー直後に一塁へ駆け出す。状態を突っ込み気味にしながら打つという、プロ野球選手でも珍しいバッティングフォームだが、ボールとの距離感をつかむためにはこのフォームが一番、打ちやすいという。 ストライクゾーンから離れたワンバウンドしそうな低めの球も体勢を崩しながらヒットにさせるバランス感覚を持ち合わせる。横浜時代の通算8本のサヨナランダは球団最多対記録である。外野守備では肩の強さを発揮させ守備範囲も広く外野手のアウトキロ率を示すレンジファクターも2度1位を記録している。 打撃、守備ともに瞬速を生かしたプレーをしていたが、盗塁は通算の成功数が40にして、盗塁指数が49と顕著に苦手としていた。安倍晋之助は、現役時代に、キャッチャーとして出場していた際に、狙い玉が全く読めなかった、バッターとして、近張の名を挙げている。 阿部曰く、九州に山を張っている様子もなく、来たボールを素直に打ち返すだけという、あの動物的な感覚というのは、他のバッターにはなかったので、打ち取るのは相当厄介だったという。ありがとうございます。